恐ろしいほどのコスモを感じたが、気のせいか。大会が始まった時からずっとこの異様な寒気を感じる。聖夜も感じた、あの敵意に満ちた気配を。なんて美しいの。とても男の人とは思えない。聖夜、どうしてここへ。まだ完全に回復していないだろうに。確かめたいことがあってな。シュンもあれを感じたのか。俺の気のせいじゃなさそうだな。うん、大会が始まってからずっと誰かが僕たちを監視しているとネビラチェーンが察知しているんだ。つまり俺たちは対戦相手だけじゃなく隠れた敵にも用心しなきゃならないのか。大変な人気ざんすね。俺より目立つとは許せん。早く俺たちの対戦を始めるざんす。イチ、この戦いは無意味だ。僕たちの真の敵は目の前の相手じゃない。ゴールドクロスを狙うやつはみんな俺の敵ざんす。僕はゴールドクロスのために来たんじゃない。僕が帰ってきたのは兄さんとの再会のためだ。一気か。やつならまだ現れないざんす。とっくに死んだんじゃないざんすか。兄さんをそんな風に言うのは許さない。来い、ネビラチェーンの威力を見せてあげるよ。したくない。クソ、負けたのは油断したせいざんす。泣き虫のお前がこんなに強くなっているとは。希望を失わなければ人は強くなれるものさ。くっ、全く純粋ざんす。
一騎はお前と修行地を交換したせいで命を犠牲にしたざんすよ。シュン、一の言うことは気にするな。あいつは昔からそういうやつだ。大丈夫、一騎はきっと帰ってくるさ。いや、一騎は死んでいてくれた方がいい。そうすればお前たち兄弟をメイドで再会させてやれるからな。氷河、いち早くキグナスのセイントになれたと聞いていたけど、やっと帰ってきたんだね。よかった。挨拶はいらん。本来なら昔の孤児同士再会を喜び合うところだが、俺は教皇の勅命を受けてゴールドクロスを取り戻しに来たのだ。そしてこの場所でお前たちを制裁する。受けてみろ、ブルフ・クラスターペガサス流星剣ユニコーンギャロップ。これでどうだ、受けてみろ、行くぜ。俺に任せとけ、チュア行くぜ。高まれ、俺のコスモよ。見えたぜ、チュア。いいぜ、車に構えずじゃない。行くぜ。はあ、少々手荒くなるが許せ。明らかに僕の方が優勢なのに、動きがどんどん鈍くなる。チェーンも凍りついてしまったようだ。永久氷壁から生まれたキグナスのクロスは並ならぬ陶器を持っているのだ。シュン、今すぐギリシャに戻って罪を認めれば処罰も軽くなるだろう。ありがとう氷河。でも兄さんに会うためにここで帰りを待たないといけないんだ。デスクイーン島から生きて帰れた者はいない。一騎はもう死んだのだ。それでもまだ世迷事を言うのなら、この手でお前を凍りつかせてやるしかない。氷河待って、チェーンが僕に何かを教えようとしている。チェーンが一人でに動き出した。まるで生き物のように。ええ。Xi アクシアとはギリシャ語で価値あるもの。ゴールドクロスのことか。チェーンが指す方向にゴールドクロスが。ブラックセイントだ。アテナからも見放され、悪魔に魂を売った暗黒のセイント。アテナのセイントは皆死ねえ。ゴールドクロスを奪いに来たのだろう。奴らに指一本触れさせるものか。行くぜ、食らえ。くそ、
ユニコーンの究極見せてやる。死に損ないで。いいぜ、受けてみよ。クラッター俺に任せとけ。行くぜ。ペガサス流星拳、どうだ。ほら、ユニコーンの究極見せてやる。このジャブが胃の一番に相手になってやるぜ。ゴールドクロスはどうなった？急がないと。からだと。どうやら最後の一人、フェニックスのセイントが現れたようだな。チェーンの緊張が最高点まで達している。あの男、なんという攻撃的なコスモなんだ。攻撃的というより憎しみだ。憎悪を一身に集めた悪魔のようだ。いいぜ。受けてみろ。俺に任せとけ。いや、受けてみろ。よし、見えたぜ。これでも食らいな。黒吹雪、見ろ。いいぜ。いざ参る。行くぜ。はっ、目半の日。ほら、ユニコーンキック。落ちろ、フェニックス最大の奥義。はっ、いいぜ。受けてみよ。受けてみろ。受けてみろ。ペガサス流星拳。ほら、おりゃ、食らえ。見ろ、食らえ。これだ。ペガサス流星拳。見えたぜ。おりゃ、てめえらの思い通りにはいかせねえ。ブラックブリザード、一騎様に申し上げます。ゴールドクロスを手に入れました。一騎、お前は一騎なのか。兄さん、生きて、生きていたんだね兄さん。シュン、お前の泣き面にはほどほど愛想が尽きた。まずお前から血祭りにあげてやる。実の弟まで拳にかけるのか。一騎様、長いは無用です。ゴールドクロスを抱えたまま戦うのも不便。そうか、ならそろそろ引き上げるぞ。待て、逃がすか。何、僕はブラックセイントとは関係ない。でも兄さんとは戦いたくない。
俺の名を聞いただけで敵も味方もわからなくなるとは。そんな堕弱な脳なしは次に会った時真っ先に始末してやる。すみません、みんなに迷惑をかけて。俺も一緒に行こう。え？幼い頃結んだ友情はたとえ離れていても消えはしない。今はサンクチュアリに背くより友情に背く方が許されんことだ。泣くな、必ず生きてまた会える。その時には俺が明るく輝く炎になってみんなをまた連れ戻してやるさ。